ちょっとでも片付けようかな、俺は自分で。なんかあまりにも、まあ別にこのまましててもいいと思うけどさ、それだけのことを散乱してる。リビングのさ。やっちゃったよ。でもね、しょうがないんだよ、こういうふうにこう切れちゃうのはさ。自分を守るため、自分の命を守るためだよ。こういうふうにしないと、こういうふうにしないと死ぬような気がするからさ、まあちょっと大げさかもしれないけど、でもやっぱ自分を守るためっていうかさ、しょうがないんだって、これは本当にどうしようもないんだから。この劇場はさ、すごい否定されてきたんだからさ。で、親はやっぱこれだけのことをされても仕方ないっていう一面はあると思うよ。そういう感じでね、疲れた。肘打ちして肘痛いわ。ちょっと硬い部分あったから、壁にさ、壊れない部分があって。まあそういう感じでね、今日は父に対してぶち切れた。ちょっとスッキリして楽になれたよ。苦しかったから。まあ同じこと何回も何回もくどくど話してしまったけど、ということでした。早くね、ニート脱却したいね。親元離れて。こんな親も、見放してやる。Thank you.